はい、ジンジンチューブの時間ですね。ちょっとね、この前、すごい、何それっていうのがありましてですね。電車乗ってて、満員電車だったんで、もう普段あんまりこう座らないんですけど、座席にこう今回、ちょっとまあ、仕事終わりなんで疲れてて、座席に座ったんですよ。電車のね。そしたら、座席に座ったらですね、前に、まあ多分何かこう結構着飾ってたんで、何かのイベントか、もしくはなんかこう、何かこう主婦の集まりみたいなんでこう行ってこ来られた、ちょっとお母さんの年配の方が、いらっしゃって、その2人がちょうど僕の前につり革持って、立ったんですけど、すんごい大きな荷物を2人とも同じ紙袋で、持ってて、すごい、だからもう結婚式の引き出物ぐらいのなんか荷物を持ってたんですけども。でですね、なんかこう、ああ、荷物が重いわ、みたいなことで、つり革持ちながらずっとこう話して、二人話してたんですけど、なんか席変われということなのかなと思いながら、まあ、それも気にしないと。全然気にしない。まあ、ただなんかこう、スマホとかいじってると、あんまりこうね、こんなんいじって変わってくれないみたいな、なるから、ちょっとこう寝るふりしちゃったんですよ。そしたらね、俺が寝たと思ってですね、その荷物持ってた人が、すっとですね、僕のこう膝元に、ポッと乗せたんですよ。で、俺、あれと、おばちゃん荷物乗ってるでって思ったんですけど、そしたらですね、今度はその大きい荷物ともう一つ荷物を、この手にぶら下げたんですけども、それもその上に乗せて、なんか重さがもう2倍になって、これね、こう、太ももの上に荷物が今ポーンと置いた感じなんですよ。だから、もう寝てるんだろうと、思ったのか、それを、あ、すごい楽になったわって隣の人に話してるんですよ。いやいや、おばちゃん乗ってるでと。荷物乗ってるから、これ動かしてもらわんとと。まあ、確かに、こう、ね、人のためっていうふうに考えると、そのまま乗しといた方がいいのかもしれないですけど、いやいや、こっちもちょっとそんな乗せられてもかなわんわと思って、足をちょっとこう、キュッキュッキュッとこうしてですね、荷物落ちるよみたいな、おばちゃんこのままじゃ荷物落ちるよっていうような感じにしたんですけど、おばちゃんね、その、こう、足の動きに合わせて、こう、荷物をこう、うまいことハンドリングしだして、で、結局のところ、ずっと、4駅ぐらいかな、ずっと僕の膝の上に、太ももの上に乗せたまんまで、ずっと行ったんですよ。で、もう4駅目の時に、パッと目覚めた感じにして、その目の前のおばちゃんに、荷物ちょっと足に乗ってますけどって言ったら、そしたらですね、そのおばちゃんなんて言ったかというと、あ、もう降りるんで大丈夫って言って、次の駅で、5つ目の駅で降りていった。どう思います？どう思いません？よし、次行こう。それではね、今日のジンジンチューブの、こう伝えたい一言なんですけども、今日はね、ちょっとマネージャーの件で、結構、社内でもよく話が出るので、マネージャーに向けて伝えたいなと思うんですけども、マネージャーはできるだけ多くの時間を自分自身と向き合うことに僕使うべきだと思うんですよね。人を導く立場であるからこそ、マネージャーは常に自分自身と向き合って、何を目指しているのかを自覚しながら決断する必要があると思うんですよ。だからこう、とかく、相手に対してとか、スタッフ、部下に対して多く時間を、そっちに使うべきだと思っているかもしれないですけども、実は僕はマネージャーというのはできるだけ多くを自分自身に、向き合う時間として、使ってもらえるのがいいんじゃないかなと思います。いいこと言いますね、最近のジンジンチューブは。はい。それでは、これで終了したいと思います。それでは、See you next. Bye bye.